久保建英リバプール拒否ソシエダ残留へ。A メディアペイズリーゲイツが、スペインシアスの情報をもとにリバプールはソシエダのもう一人のエースである久保に興味を持っており、契約解除金を発動させるために5120万ポンドを支払う用意があるとのことだ。しかし、同選手はソシエダで幸せであるため、ナレアルを離れないことを決めたと報じた。移籍を希望しない理由として久保にとって、選手として素晴らしいキャリアを築くことに集中しているため、現時点ではお金は重要ではないとの見解を示している。リバプールが久保獲得に本気という記事は継続的に出ており、サラーのサウジ移籍とともに規定路線と考える意見も多かった。そもそもリバプール移籍の可能性がそこまであるとは思えないのですけど、久保選手の生い立ちならサッカーの要素以外にもスペインという国には思い入れが強くなるのは当然ですから。久保君にはスペイン合うし、本人も環境を含め満足してるならクビにならない限り、ソシエダの王様に成長していくのも素敵なサッカー人生かと。補強もしてもらい、チームも CL 常連とかになれればさらに最高。シルバの引退がな、アセルノーと契約しなかったのがな、たらればだけど、ソシエダでの1年目の成長曲線はやばかっただけに、2年目の途中からは少し残念だったな。スビメンディがソシエダにこだわるのはわかるけど、見てる方の勝手だけど、久保はここで幸せになってもらっちゃ困るんだよな。移籍は8月末まで可能、リーガは最高なんだけど、ソシエダがね。スビメンディのソシエダ愛は本物だったんだな。おやる系といい、バスク人のバスクへの忠誠心はすごいな。スピメンディもの残るなら竹も残っても良いかな。サディクと久保だけ残るという最悪な状況を回避できたし。サディク移籍まだ。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。